兵庫チャンピオンシップは、兵庫県競馬組合が、その他競馬場のダート八8 7 0メートルで、施行する地方競馬の重賞競争である。正式名称は、農林水産大臣賞典兵庫チャンピオンシップ。副賞は、農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会長賞、令賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞。 地方競馬全国協会理事長賞、関西スポーツ五社賞、兵庫県馬主協会会長賞、兵庫県競馬組合管理者賞。1999年に、兵庫県競馬で、サラブレッド系競争馬を導入したのに伴い、2000年に4歳限定の、定量の中央、地方全国指定交流の重賞競争、兵庫チャンピオンシップとして、創設、2004年には、 ダート競争格付け委員会により GII に格付けされた。第1回以来、一貫して、その他競馬場のダート1870メートルで施行されている。また、兵庫県競馬では、その他金牌と並んで、最も一着賞金が高い競争である。2016年と2017年は、農林水産大臣賞がつかず、兵庫チャンピオンシップの名称で行われた。 6月のユニコーンステークスや兵庫ダービー、7月のジャパンダートダービーなどを見据える、中央、地方の3歳のダートの有力、中堅クラスの競争馬が出走する。本競争よりも高賞金の独自の3歳、春季重賞体系を構築している南関東4馬からの出走は少ないが、中央競馬では最初の3歳限定ダートグレード競争である、 ユニコーンステークスが6月初頭の試行であるため、日本中央競馬会の3歳のダートの有力馬が出走してくる傾向がある。また、ジャパンダートダービーを目標に、ユニコーンステークスでは確かめきれない、地方競馬特有の深いダートへの適性を確かめるべく出走してくる JRA 所属馬もいる。他にも JRA 勢にとっては、 本競争の一着二着賞金の加算によって、東京優秀の賞金順による出走枠確保の可能性が高まることや、日程的な都合、芝路線のトライアル競争と比べれば相手関係が手薄になることも多いことなどから、芝、ダートをとわないタイプの馬にとっては、日本ダービーへの最終ステップレースとしての意味合いを持つこともある。このような状況をゆえ、JRA からは芝、 ダートの両路線から強力な馬が出走してくることが多いが、地元兵庫競馬勢は2001年ロードバックシン、2011年の北雪サンデー、2019年のバンドーズキングスなど、検討する年も少なくない。もっとも、本競争の勝ち馬は小馬になってから活躍する馬の方が多く、本競争をステップレースに JDD へ出走した馬が JDD を勝利する例は、 さほど多くない。小葉戦線で実績を残した馬にコッパのリッキーやケイティブレイブ、後の JDD カチ馬にクリソベリルラがいる。また兵庫ダービーとキクスとともに兵庫三冠競争を構成している。2005年までは本競争は第2戦に位置付けされていたが、2006年は試行順序が兵庫ダービーと入れ替わりだいい一戦に2007年以降は キクスイショーに続く第二戦に位置づけられている。本競争で構想した馬が兵庫ダービーでキクスイショー勝ち馬に勝利する例もあり、2019年三着のバンドーズ・キングスは無敗のキクスイショー馬人技を兵庫ダービーで破っている。創設当初からゴールデンウィークに施行している。また、2004年2005年はカキツバ記念、柏記念とともにゴールデンドリームシリーズを 構成していた。バレエは2000年も現表記を用いる。コース種別を記載していない距離はダートコースを表す。各回競争結果の出展。ありがとうございます。